五島市の長手海岸では午前7時前に朝日が昇り始めました。暦の上では冬となった今日、五島市で最低気温10度を観測するなど、県内各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。だるま太陽は暖かい海水と冷たい空気の温度差で海面に水蒸気が発生して光が屈折する蜃気楼の一種です。海面付近の朝日がくぼむことで真っ赤なだるまのように見えるだるま太陽となりました。この幻想的なだるま太陽は3月頃まで冷え込んだ晴れの日に見られるということです。